毎年恒例の練習登山の、まあ、こと始めといいますか。おお、武甲山独り占め。いきなりね、この50センチぐらいのものが目の前をバーって横切ったんでね、あ、クマかなおいと思ったんだけど、ちょっと画角広いからやっぱりこの広さがよく伝わりますね。まだ今年は始まったばかりだ、はあ、頑張ろう、はい、はい、今日は西武線の足学坊駅に来ています。梅雨の晴れ間を狙ったのが成功してすごくいい天気。こんにちは、イラストレーターの松田優です。今日はですね、毎年恒例の練習登山の、まあ、こと始めといいますか、夏に向かっての練習登山に行きたいと思います。何度か紹介したことのある足学坊から登る、丸山ですね。いつものように丸山に登って大野峠経由で降りていきたいと思います。今日はね、あの最たる目的はこの新しいカメラ、このソニーのカメラが、どのぐらい映るのか、一応全てオート設定にしてあるんですけれども、あのこうやって見た限り画角広いですね。前のワイコンをつけた JVC のより全然画角広く映りますね。この感じをですね、一回撮って持ち帰って、あの今後にちょっと活かしていきたいと思います。そんな意味でも、あの一応練習登山です。何はともあれね、今日はね、梅雨の晴れ間で最高の天気なんで、ちょっと雲多いんですけどね、あの気持ちよく歩けそうなんで頑張って行ってみたいと思います。それでは行ってきましょう。おお、なんかいつになく画角広いですね。いいなあ、アイコンレンズもいらないし荷物も軽くなるし、良かったですねこれはね。登り始めはね、丸山いつもこんなアスファルトなんですけれども、去年はね37度ぐらいの日にここを歩いてしまって、もう30分ぐらい登るんですけど、このアスファルトのね照り返しでね、もう本当にね、あの陽炎が立つぐらい暑くて、去年はここでやられちゃったんですね、かなりね。だから今年はね、まだ6月のね、まあ、今日は結構ね暑い、予報なんですけれども、あの涼しいうちに、ここは練習として来てみようと思ってました。高山が見えますね。今日はまたかっこいいな。渋野名峰武甲山見えますかね。今年はですね、あの私事なんですけれども、親父がちょっと入院しまして、でもあの元気に生活してるんですけれども、あのその時病院のね、あの窓から、病棟の窓からあの渋野山並みが見えてね、武甲山も見えたんですよね。なのでね、あ、これ毎日俺付き添い来てるけど、いつ山行けるかな、次なーなんて思ってね、遠い目で見てたんですけれども、なんとかね、みんな元気でまた来ることができました。感謝感謝です。おー、夏が来たな。おお、武甲山独り占め、なんて贅沢なんだ。綺麗。はい、登山道に入ります。はあ、やっと涼しい。登り口でのねお楽しみなんですけど、農家の方がこうやって無人の販売所を設けてるんですよね。これが干し柿だったりごまだったり、今日は七味唐辛子と何かこうお豆ですかね、安くて美味しいんです。これが
あ、猿だ、猿。見えますかね。猿がいますね。はい、またこのネットを開けて入っていきます。でも猿もうこっちに来ちゃってたな。いきなりね、この50センチぐらいのものが目の前をバーって横切ったんでね、あ、熊かな、おいと思ったんだけど猿でしたね。あのクイックイクイックイこう叫びながらね、あのちょっと仲間と連絡を取りながら、あ、活動してるって感じですね。この辺結構猿いるんですよ。気をつけていきましょう。こうやってね、段差がえぐれてるとことか地味に土のうを積んで直してあるんですよね。管理される方のあのご苦労を察しします。ありがたいことです。歩き始めて1時間ぐらいのところなんですけど、またあの駅の標高に合わせてきたんですけど、今がちょうど696m、 わかりますかね、696なんですね。970ぐらいの山ですから、引き算ができない。700m として 270m ぐらいか、もうそんなにないんですかね。ちょっと余談ですけれども、あの皆さん、あのジンバルのカメラってご存知だと思うんですけれども、あの、まあ、要はこうデブレ補正のもっとすごいのみたいな、例えばこうやって持って歩いても、あのこういう私今手で持って歩いてるんで、一歩一歩こう揺れるじゃないですか。これが全くなくてもぬらーぬらーっていくんですよ。あれがね、あの友人なんかに言わせるとこう賛否両論で、あれこそこう映像を作る人のあのまあ目指すところだっていう意見と、あれをやっちゃったらもう某国営放送のにゃんちゃら自然気候になっちゃうじゃないかと、こう手作り感では臨場感がなくなっちゃうじゃないかっていう人といるんですね。で、私は確かにどうなんだろう、ちょっとこうね持って揺れてた方が多分見てる方見づらいかもしれないけれども、臨場感という点で言えばあるのかなって気がします。あのぜひあのコメント欄に書いてご意見を教えてください今度。はい、いつもの広い道に出ました。気持ちいいです。はい、闇のバイタルタイムです。うん、あ、冷やしてくればよかった。でも美味しい。うわ、気持ちいいな。ちょっと画角広いからやっぱりこの広さがよく伝わりますね。いいな。1回目の1枚バーンですね。結構きますね。いやいや、まだ今年は始まったばかりだ。頑張ろう。はい、桃だり。そして、2番目の広い道。気持ちいいですね。風がね、程よく冷たくて、太陽が遮られてて、もうね、クーラーのね、やや強いクーラーぐらいのところにいる感じ。もうね、どんどんなんか汗も乾いてきた感じがします。しばらくここにいたい気がしますね。はあ、いやー気持ちいいわ。そして2回目の1枚バーン、伝わるかな。今日は芍薬甘草湯をまだ飲んでないのでちょっと心配。こうやってね、直に登ってると結構来るんですよ。まあまだね、3時間は登ってないのでね、キャパとしてはまだ大丈夫なはずなんですけどね、結構きつい。きつい。
県民の森に到着しました。やった。あー気持ちいい。涼しいしね、こうややこ冷た涼しいぐらいですね。じゃあもうちょっとで山頂なんで、あと一息頑張りたいと思います。行きましょう。おー、小アジサイが綺麗な道ですね。小アジサイを眺めながら歩けるといういい道ですね。ああそうだったそうだった、下るんだったよね。そうだよね、結構下るんだったよね。頂上直下にできた新しいトイレいいですよね。やっぱり最後はきついですね。ちなみに、セットしてきたプロトレックの標高はえい広角バンザー、はーい。今年もね、来れましたね、この道にね。あー、イエーだー。